緒に1年に1回出会える日なんだよね。え、どうしたのパパ。え、この短冊に願い事を書けばそれが叶うって。うわすごい、僕何欲しいんだろう。今欲しいゲームとかいっぱいあるからな。何しようかな。ちょっと待ってねパパ、今書く。パパ、僕人形欲しい。こんにちは、オリです。今回はですね、なんとパチパス会員限定で7日男女に彦星おわ織姫どちらか出るかもガチャ配布。さあ来ましたよ。いやね、今回なんですけど、この2分の1で織姫か彦星どちらか出るガチャかかかパサ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 、織姫か彦星どちらか出るかガチャを今日引いていくんですけど、僕彦星は1体だけ持ってるんですよ、男の方ね。で、女の子の方の織姫、こう織姫僕未所持なんですよ。なんで未所持かっていうと、いろいろ交換の玉に出しちゃったからですね。なんかそれをね、今回2分の1でこう織姫当てるしかないみたいなね、そんな感じのことがあるんですよ。もしね、これ織姫誰だっけ、男の方に彦星が出たら、いやもうこれ引退ですよ。もうさ、2分の1も当てられないようなやつはもうパズルやる資格ないみたいな感じでね、もう言われてる。まあ僕の中だけで言われてるんで、ちょまあ彦星出たら引退するんですけど、で明日からこのジューンブライトイベント、まあ名前変わってブライダルイベントかなが始まるんですけど、いやそこでガチャ明日引くんですよ。ガチャ動画多分明日アップ、まあ早くて遅くても明後日にはアップするんですけど、いやそこでね、もういつもみたいにもうゴミ引きして引退引きして引退しちゃうと思うんですよね。なんかいつもの流れで言うと、だからもう今日のうちに今のうちにね、彦星を当てといて、こう引退癖もつけとかなきゃいけないっていうね、こう一回ね、この体を引退に慣れさせることによって明日引退しやすい体になりますからね。頑張っていこうか。それじゃあですね、早速このどれだ、これじゃ一回受け取っちゃいます。これ一回受け取って、でこの、めっちゃ虹メダル、黒メダルくれたな。これ七夕スペシャルガチャ、これですよ。7日男女パズパス会員限定追加報酬、これでねどっちかが出るんですよね。で見てください皆さん、これ今フレンド申請の方にみたいな方がいらっしゃるんですよ。ここでこのキャラが織姫ということで、でも織姫が出るのをね、これ示唆してくれてるみたいな、そんな感じなんで、ちょっと引いていくんですけど、で一応証明しとこうか、これ彦星と織姫、もう全然あれ彦星が1体しか持ってないっていうの、そう、まず彦星が1体しか持てないんですよね。で織姫が僕未所持なんですよ。これ織姫って喋ると、これねなんかいた。よし、それじゃあ早速引いていこうか、七夕スペシャルガチャ。そうじゃ、もう足もあっさ来たね。さあ来ました、全身金玉キラキラ金曜日フェイスのレアガチャが来ました。いやいいね、金玉感も溢れててすごいいいよ。いいね、これでさっきね、僕うんこ行ってきました。実にうんこ行ってきました。なんでもう体のね、蛇の部分も全部トイレでね綺麗に流してきたんで、もうね、そのトイレでこううんこ流れる様はまるでね、なんかその天の川みたいな感じでしたよ。よっしゃ引いていこうか。さあ織姫か彦星どっちが出るんだ。織姫じゃないとマジできつい、ここ本当にきつい。いやガチお願い、本当にお前彦星とかマジいらないからな。ガチいらん彦星は。頼むぜ、避けてね。頼む。マックス村井スプリングマンをコスケ、全員力貸してくれ。参りますか。マックス村井来てくれてありがとう。さあ引け。ダース。オッケー、来い、止まって。ただ、織姫頼む。青色が見えた瞬間、もう負けだ。頼む、来い。織姫、織姫。いやー、引退。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。